おはようございます。それではよろしくございますか。最初に小倉城のリニューアルオープンについて報告をいたします。昨年の8月から閉館をしまして、改装工事を進めてまいりました。小倉城天守閣は今年の3月30日にいよいよリニューアルオープンであります。また天守閣の南側の広場に整備を進めておりました小倉城白テラスも同時にオープンします。さらに天守閣前の広場には小倉ゆかりの剣豪宮本武蔵佐々木小次郎のモニュメントも登場します。周辺のライトアップも完成いたします。3月29日には記念式典と内覧会を行います。天守閣の新しいシアターのナレーションをしていただいた小倉出身の草刈正雄さんも招待しております。共に事業の完成を祝いたいとこのように考えます。大変盛りだくさんな内容であります。詳細は配布資料の通りであります。私からは主な内容を簡単に紹介しますと、天守閣は内部の展示と内装を約30年ぶりに一新しております。1階から5階にエレベーターを新設いたしました。1階は大迫力のシアター、また侍や忍者のなりきり体験など、楽しみながら小倉の歴史と文化に、触れられる体験型の展示をふんだんに取り入れております。2階は小倉城を築城し町の礎を築いた細川忠興などの小倉城ゆかりの武将を中心に城と町の歴史を学べるコーナーであります。3階は巌流島の決闘で有名な小倉ゆかりの剣豪宮本武蔵佐々木小次郎を紹介しております。5階は展望コーナー、国際会議のレセプションなどユニークベニューの会場としても使える空間であります。白テラスは清潔で快適なトイレ、お土産コーナー、観光案内など観光機能を集約した新たなおもてなしの拠点であります。辻里茶穂が入店する予定であります。オープンの頃は小倉城の桜が見頃の時期であります。恒例の小倉城桜祭りや食べ物や雑貨を扱う店舗が出店する小倉城マルシェなどのイベントも予定されております。今年は小倉城天守閣再建60周年の節目の年であります。小笠原流やぶさめや平成中村座小倉城公園など日本の伝統文化と伝統文化を小倉城からをテーマにして記念事業を開催いたします。CNN のサイトで2019年に訪れるべき世界の19カ所の観光地が紹介されておりますが、その中に福岡県が唯一選ばれておりまして、そのトップには小倉城の写真が紹介されております。世界中から本市や小倉城へ注目が集まることが予想されます。新しく生まれ変わった小倉城周辺のエリアが歴史と文化と観光の名所としてますます発展し、多くの市民や観光客に末永く愛され、町の活力の向上につながっていくことを期待しております。それではご質問を受けたまります。発表本について質問がありましたらお願いします。草刈さんは55周年のアンバサダーでしたが、55周年の期間中は来られてなくて、これがまあ事実上移植して以来初 の、 もう地元にでの活動ということになっています。東京での行事には客室の行事には確か参加をしていただいたり、まあそうですね、メディアで、登場していただいて、発信するということには大変お世話になっておりますが、これ担当者正確なことを分かっているか。担当課長の新山と申します。草刈正雄さん、東京でのいろんな行事への参加を申し上げて、ちょっと出ていただいたんですが、なかなか来ていただく機会がなかったのが事実です。今回、小倉城に来ていただいて、地元に来ていただいたということになっています。あと、やぶさめなんですけども、まあ、草刈さんに
乗ってもらうと様になるという様々な機会も持ち寄るファンもいるかと思うんですけども、そこら辺はどなたがやるための機種になるかっていうのは今どこあるんでしょうか。要請につきましては高井さんに出ていただきたいという多くの声をいただいているらしいです。で今その辺の調整をさせていただいています。まだ高井さんに出ていただくというのは決定しているわけではございません。すいません、NHK 元沢です。まあ、30年ぶりにリニューアルというところですけども、韓国も増える中で、このポプラ城をですね、市としてどういうふうに盛り上げていきたいかというのを改めてお伺いしたいんですが。地方創生、まちづくりの目標の中に、伝統的なこのものづくりの町に加えてですね、観光資源を再発見し、内外に発信をして、まあ、にぎわいづくり、観光マイスの町を盛り上げていくということでこの間取り組んできております。まあ、その中で、小倉城は、まあ、400年の歴史がありますし、天守閣は福岡県内で唯一であります。さまざまな面で磨き上げるとですね、相当な観光資源になると、まあ、このように考えまして、さまざまな事業に取り組んできたところでございます。まあ、その意味では天守閣に加えて、庭園であります。まあ、これまでは天守閣広場にはさまざまなオブジェが置かれておりましたけれども、もともと細川親子は大変な文化芸術の理解者でありましたし、特にお父さんは千利休と一緒に聚楽台の設計に携わったと伝えられております。相当な庭園作りの名手でもあったと思われます。従いまして相当程度庭園も美しかったのではないかと、この400年前の城を築いた武将にも思いを捨てですね、その時の写真があるわけではありませんが、屏風に残っている当時の江戸城その他の庭園なども念頭にですね、できる限り、快適な美しい庭園に、していこうという、まあ、そういう試みもしております。そしてこの間たくさんの外部インバウンドのお客さんもお越しになるようになっておりますので、まあ、おもてなしのためのトイレや休憩やお土産やといったものを、まあ、新たに作る、まあ、地方創生の交付金も活用してそういう取り組みをしてまいりました。まあ、これによってですね、相当程度内外のお客様を北九州に、お越しいただけるんではないか、町のにぎわいづくり、観光産業の発展という面でも大変期待をいたしております。そして今リニューアルということだったんですけども、まあ、CNN の写真もあったということなんですが、一方でそこの城って破風がついてますよね。400年前のものとはまた違った今のものなんですけど、破風を取って新しく本当の小倉城にしていくという考えというのはあるんですか。学者の方からですね、これは城郭、天守閣の専門家の方にもお話を私も聞きましたし、いろいろと調べてみまして、当時の写真とかですね、あるいは絵が残っていないものですから、いろんな方の調べたところによってですね、おそらくこういう姿であったんだろうということは一定の認識を持っていたのでありますが、しかし、この天守閣を再建しようと焼失後戦後集まった、まあ、有識者や募金をされた方々の思いを考えますと、次のこの天守閣のリニューアルの時の大きな課題かなと、そのように、この点については考えております。でも一方で日本の100名城に入ってないですよね。大きいのがあるのに大きいのがあるけど、そこはどう思われますか。
やはりあの松江城や姫路城その他いろんな名城を見ていきますと、昔の形状というものをというのがやっぱり今も大事に保存されているということは、まあ、一つの大きな要素なのかもしれません。しかしあの、まあ、せっかくそういった形で再建したものが現在あり、多くの市民にもそれが非常に大事に愛されているわけですから、それを思いますとそれをまた壊して元の形にするというのは、これはやはり、全体としてのまた改築を考える時の課題にして良いのではないかと思います。ただあのお城の値打ちというのはいろいろあるんでしょうけれども、その中で歴史や文化をどのように紹介しているか、あるいはその天守閣の広場であるとか、そういうものをですね、どのように大事に保存しているかということも値打ちだと思いますので、そういった意味ではいずれまた何かのチャンスに101銭ぐらいの中に入ればいいなと思っております。ありがとうございます。まあ、城自体はこの国で再建されているということですけども、ポプラ城のまあ価値としては、野面積みのあの立派な天守台だと思うんですけども、これを国のまあ指摘なりなんなり、そういう形でまあある程度お墨付きを得るような手続きというのは、昨年あの水を抜いて 3D で調べられたりなんだりというのは、その下調べだったとは思うんですけども、今後どういう形であの価値のある石垣をあの売り出していくのかって、そこら辺の考えはどうなんでしょうか。石の部分ですよね、お城のある、礎石になっている下の、これは大変値打ちがあるというふうに思ってはいるんですけれども、まずはあの、歴史と文化に関わるものを、発掘し、再認識をして上手にそれを発信をして、お客様がたくさん来られるようにするということが大きい当面の目標であります。まあ、そういう中でですね、例えば小倉祇園太鼓も国の重要無形民俗文化財に間もなく指定されるということもありますし、それから永世文庫でこの2代目の細川忠俊公が日本で初めて国産のワインを製造するように指示をしたという文書が見つかってですね、地元におきましても信道だと言われていますが、初めての日本の国産ワインの醸造ということにチャレンジできないかとか、あのその派生、歴史の派生でですね、いろんなその文物について文化についても関心が深まっているところです。従いまして、今すぐに具体的に、国の、そのような評価をいただくための戦略というものを組み立ててはいないんですけれども、まずはシビックプライドの一つとして小倉城の歴史と文化にたくさんの方に、まずは市民がもっと大事に気づいてもらって、それを強く発信をしてお客様いっぱい訪れると、まあ、その過程の中でですね、さらにもう一歩進めて今ご指摘になったようなことにチャレンジできないか考えていきたいと思います。小倉城庭園なんですけども、まあ、小倉城本体がリニューアルされて来客数が増えて、それにまあリンクさせて小倉城庭園というのも来場者を増やすっていう形の何らかの方策があってもいいのかなと思うんですけども、例えば和歌山城とかは今小倉城の周辺も外国人の方が立派な箔を写真に収めたいとスマホで一生懸命撮ってらっしゃるわけですけども、和歌山城とかはそういう、まあ、外国人インバウンド向けにフォトスポットっていうのをあえて城が見える場所に整備をして外国人向けに取り組んでるわけですけども、小倉城庭園の中庭というか庭から見た小倉城はなかなか見栄えがするというか、普通の表の通りから見るのとはまた一つ趣が違った感じに見えるのかなと思うんですが、あそこら辺のこの撮影環境とかも含めて小倉城庭園をインバウンドの人たちにこう振り込んで活力を呼び込んでいくのかっていうのも
一つ課題かなと思うんですけども、そこら辺はどのようにお考えになっていますか。CNN の、ページを見ますと、多くの今内外のお客様が写真を撮られている、リバウォークが出てきたところで、写真を見上げるように、城を見上げるように撮っているところが代表的な写真ですが、お話のように、天守閣広場の中から、そういうスポットも当然あると思います。まあ、今回たくさんいろんなものがあそこにありましたですよね。大きな石で持って、線をいろいろと置かれたものがありましたけれども、今回1回ですね、それを寄贈された方々の思いはあると思いますけれども、一旦、これをできる限り、何もない状態に一旦戻してですね、その中で、いかに400年前きっと素晴らしい庭園があったに違いないと、絵は残ってないけれどもきっと素晴らしいものがあったと、そのようにもう一遍その現代風にそういう観点から広場をアレンジしてみようということで取り組みました。したがいまして、今度はそれを写真のスポットとしてどういうふうに組むかっていうのは、現場の方で何か考えているでしょうか。武蔵小次郎のモニュメントをどこにどのように置くかという過程で天守閣広場については議論があったと思うけど、何かありますか。広場で写真スポット、広場で写真、担当場所の議論でございます。広場の写真スポットといたしましては、武蔵小次郎のモニュメントを、ちょうど天守閣をバックに取れるような形で展示させていただいております。あるいは天守閣もフォトスポットが何箇所かございますので、その中の一つが、その先ほどおっしゃっていただいた庭園からのカットということで、この辺もですね、近い将来庭園の中もきれいにしながらですね、さらにこのフォトスポットの磨き上げていくことをやっていきたいと思います。すいません、今あった小次郎と武蔵のモニュメントなんですけど、これっていうのは巌流島にあるものとか、文字のメカリ公園の中にあったり、なんかどっかにあったものとかと同じものかどうかっていうのはあるんですか。なんか相違点とか、今回モニュメントの制作にあたりまして、公募いたしまして、今回対象を取られた方というのはスペインのですね、そういう作家の方、デザインの方、オリジナルでございます。文字にあるものとは全く、もしくは書物ですね、あるものとは違う、ならではのものすみません、TMC の金本と申しますけれども、平成中村座の小倉城公園というのが11月にということで、それとも合わせて城の PR などにもつながっていくかと思うんですけれども、これについて の相乗効果といいますか、期待感がありましたら教えてください。平成中村座の公園の誘致は、多くの方々のご尽力によって実現をするわけでありますが、平成中村座の方にですね、お城をバックに、ぜひその歌舞伎を公演したいという思いもあって、ちょうど小倉城をバックにですね、芝居小屋を作って、レイアウトをすると、非常に魅力のある、構図になるということで、今小倉城をバックにした芝居小屋の見取り図、その準備にかかっているところであります。やはり数ある日本の文化芸術古典芸能の中でも、内外の歌舞伎に対する評価は非常に高いものがありますし、まさに平成中村座はそれを代表する歌舞伎の皆様でありますので、これによってまた小倉城をそういう歌舞伎というとの関連でもってまた発信をすることが可能になるということで、私も大変ワクワクするような非常に大きな関心を持って成功に向けて努力したいと思っております。ありがとうございます。相当程度の方々が九州、中国地方、また外国からも
相当程度お客様でご覧になるのではないかと言われておりますので、そういった意味では小屋の向こうに小倉城が、まあ、ライトアップされたものもというのが見えるわけですから、すごいその多くの方々に強烈ないい印象をですね、持っていただけるのではないかと期待しております。一方でこの春先に こういう形でリニューアルオープンをして、インバウンドの方がたくさん来られるということで、その花見のシーズンとかっていうして、先日まあ発表ありましたけども、今シーズンからは夏季厳禁ということになりましたが、このゴミを散らかさないようにする指導とか、外から来る人から見て見苦しくないような、このお城周辺の環境を維持するためにどのような取り組みを今お考えなのか、その点についてはまあこれまでも多くのお客様に、楽しんでいただきますように、環境美化という視点からいろんな努力を続けてきておりますが、やはり花見をしながらバーベキューというのが伝統ある一つの、皆さんの楽しみであったと思いますので、これをやめるという選択は大変恐縮しています。ただですね、やはりそうした牡蠣を使ってバーベキューなどの大宴会というものがですね、特に、匂いなどによって女性がやっぱり非常に、嫌がっておられるというお話もたくさんありましたし、また後の片付けの状況もいろいろとお願いをしてきましたけれども、相当ゴミの散乱する状況というものが見えましたので、今回初めてそういう決断をいたしました。これを機会にさらに、関係者また参加される方に、気持ちよくお花見を楽しんでいただけるように一層注意喚起に努めたいと思っております。先ほど100名以上の話をいただきましたときに申し上げればよかったんですが、一昨年2017年に十角協会の方が100名属100名以上ということで100名以上の中で入りきれなかったお城を発表してございます。その中に小倉城もですね、天津城とかと一緒に入ってございます。情報として申し上げます。難しいんですけども、リニューアルに要する費用というのはいかほどなものなんですか？小倉城の整備には約9億円であります。うち国費は約2億円、次に周辺のライトアップ、モニュメントの整備という関連事業には約1億円、そのうち国費は約5000万円、合計で約10億円であります。 9億の中に城テラスの整備なども含まれているわけです。はい、城テラス、エレベーターの設置、展示リニューアル、そうしたことが入っております。以外の関係で感謝から言っておくかと思います。先日不動会の本部事務所の方に現地調査に入られていると思うんですけど、市長には現地調査についてどのようなご報告が上がっているかということを聞かせてもらってもいいですか？県警立ち会いの下で、事務所所有者の代理人、不動産鑑定士とともに、市の担当者も現地調査を行ったということです。その目的は法務事務所の土地の評価額、そして建物解体費用の概算の算出のためと聞いております。調査結果が分かるまでは約1ヶ月の時間を要するということであります。この調査結果を踏まえつつ、今後は具体的な検討に入っていく予定、このようにプロジェクトチームから聞いております。
まあ、市としましてはより一層安全で安心な街を実現するため、この防水運動のシンボリックな取り組みであります、総本部事務所の撤去という、テーマに向かって県警察などと一体になって全力で進めていきたいと考えております。管理者から以上ですので、ご質問あればお答えします。すいません、 TNC の金由美と申しますけれども、昨日のことですのでご所感で結構なんですけれども、文科大臣があの学校現場へのスマホの持ち込みのことについて、まあ、緊急時などについては、役立つこともあるので、方針について検討していきたいみたいなご発言がありまして、まあ、教育の現場のことであるとは思うんですけれども、何かもし、現場で検討あるいは、ご所感があれば教えていただきたいんですけれども、学校現場の具体的な非常に注目されているテーマについてのことであります。いずれにしてもですね、子どもの安全を守るために児童虐待に加えてさまざまなリスク危険というものがあり、そしてまた全国的にですね、連日のようにいろいろと報道されている中で、政府としてもですね、子どもの安全のためにいろいろお考えになっているんだと思います。一方におきまして、教育委員会におきましては、この SNS という時代がさまざまな犯罪の温床になったりですね、このましからざるいろんな影響も一面見られるということで、子どもたちをどのようにこの SNS の時代から守っていくのかというのは、非常に大事な教育テーマだと聞いております。まあ、そこで学校には持ってこないようにとかですね、まあ、いろんな工夫がなされている現状にあります。まあ、教育委員会としてもこれまで、政府のいろんな動き、他の都市の状況も見ながらこのスマホの所持については考えてきていると思いますので、まあ、現場はですね、まあ、いろんな考えていると思います。まあ、市長の立場といたしましてはですね、本当に子どもさんをめぐり痛ましい、こういった事件事故というものが相次ぐ中にありまして、SNS スマホにつきましても、やはりこれで大いに教育委員会、学校の現場だけでなくてですね、まあ、親や一般市民も含めてしっかりと考える好機ではないかと思います。いずれにしてもまずは教育委員会がこれまでの経緯を踏まえつつも、まあ、今後政府の方で新たな方向性が出るということであれば、当然検討にされていると思いますので、その検討状況をしっかりと見守りたいと思います。そのように思っております。ありがとうございます。すいません、 NHK の小沢です。正規公務員の待遇に係る条例の再規則の検討なんですけども、今どんな状況でしょうか。まあ、これまで、他の都市の状況の調査、そして、規則改正 にあたりまして、まあ、有識者の方からご意見をいただいてまいりました。有識者の中には弁護士や大学の教官、労働基準監督署、労働団体などであります。まあ、そういう中で、この半年ぐらいの間にですね、例えば政令市の中で、どのようにこうした問題に対応しているかについて、その内容が分かったのは当初は少なかったんですね。ところがこの間時間をかけていろいろと調査をしまして、例えば過去の災害に訴求適用するかどうかということも今問われているわけでありますが、政令市は本市を含めて、4つの市が訴求を適用していないわけです。
都道府県は47のうち10の府県が適用しておりません。つまり、本市と同様の取り扱いを行っている自治体というのは2割程度と少数派であることがこの間の調査により判明いたしております。規則改正を行って以来自治体についても今後の意向を、調査をしていくわけでありますが、そうしたことと有識者からのご意見も踏まえまして、再改正に舵を切った方が賢明であるという意見が有識者の中で主流を占めたところであります。起算日を定めて規則の適用期日を明確にしたということは法的安定性の観点からは一定の評価があったわけでありますが、労災保険とのバランス、また訴求事案が限られるで、あればですね、社会的影響も少ない、そういう意見が有識者の中の主流でありました。これらの調査を踏まえまして有識者の意見なども踏まえ過去の災害にも訴求適用できるように再度規則改正を行うように指示をしたところであります。それが今の答えが12月だと思うんですけども、そして2月の中旬下旬ぐらいでというような話だと思うんですけども、下旬に入る中で実際のところその付帯規則の改正再検討というのはいつ頃になる感じでしょうか。現在は規則改正の手続きを進めておりまして、2月末を目途に規則改正を終える予定であります。それの際手続きが終わればまた市長の方から話をされる。大変社会的に関心が高い案件でもありますので、総務局の清田文子担当課長の木村と申します。規則改正につきましては手続き終わりましたら私どもの方からお説明させていただきたいと思います。西日本新聞武田と申します。仮の話変わるんですけれども、先日もリーガロイヤルに空港の活性化に関するシンポジウムがありまして、末吉浩一前市長に来られるというちょっとサプライズもあったんですけれども、関心のあるテーマだったなというのを私もお聞きしてと思ったんですけど、今後その今担当課の方で民営化の是非について、今後議論していくための調査をやっているというふうに聞きますけれども、来年以降になるかと思うんですけれども、民営化の議論ですとか、3000メートル化ですとか、市長が公約にちょっと触れてたようなアクセス設定の是非の問題を含めて、今後の県との関係もあると思いますけれども、空港政策の今描いてらっしゃるですね、スケジュール感とか手をつけていくイメージってどういうのがあるんでしょうか。1期目着任以来ですね、空港の活性化は北九州の経済社会の発展に極めて重要な政策課題だと認識をしまして、滑走路の延長をはじめとして、さまざまな政策提案を政府に対してもしてきたところであります。で、今回の市長選にあたりまして、与党三会派と政策協定を結んでおりますが、その中でもこの滑走路の延伸というのは極めて重要な課題だと改めて、認識を与党会派の方も私自身も改めてしているところであります。そういうことでこれまでも国に提案をし、あるいは北九州選出の超党派の県議団北州会の皆様にも
この旨を要望してきているわけでありますけれども、これだけ、多くの方々のご尽力によって空港に、やっぱり、たくさんの旅行客やいろんな貨物便も集まるようになってまいりまして、ぜひともですね、3000メートル支援を実現したいということで、これから取り組んでいきたいと決意を新たにしているところであります。民営化の議論についてはどんなイメージですか？民営化につきましては、これまでも福岡におけるさまざまな動きがある中で、その都度ご質問をいただきですね、基本的な方向についてはコメントをしてまいりましたけれども、こうした問題も念頭において、どうすれば北九州空港の発展に最もふさわしい形になるか、そういう観点から民営化問題も十分によく研究調査をしていきたいと思っています。昨年の台風で関西空港の離島空港の問題、アクセスの問題が浮上して、今政府の方でも北九州空港も含めてですね、一本で今道路つながっている部分、BCP の観点から何らかの代替策、道路が使えなくなった場合にどうしたらいいかというような議論の必要性が言われていますけど、このあたりどうでしょう、今後の検討は。今回与党3会などの政策協定あるいは議論を経まして、空港のさらなる活性化が本州の発展にとってますますその重要性を増しているという認識で一致をしております。したがいまして、空港につきましてはですね、アクセスのあり方もこの機会に相当程度利用客が増えておりますので、もう一度再調査することも含めてですね、本当にこの空港が24時間海上空港としてフルにその力を発揮できるようにですね、単に北九州の経済の発展のみならず、この西日本全体の経済という発展、そういうもろもろの観点からですね、それを見直していくということでございます。その中には今ご指摘のあったことも含めて、さまざまな角度からこの空港を西日本全体の扶養につなげていくために本格的にさらに整備をしていくということが問われてくると考えております。その他ご質問ございますか？ありがとうございました。